続きまして吉見一輝選手引退セレモニーを行います。106ビジョンにご注目ください。
続きまして、ご家族のりょうくん、しゅうくん、じょうくんから花束が贈られます。本日はこのような場を設けていただき本当にありがとうございます。また世の中がこんなに大変な状況の中で野球ができていることに感謝しています。ドラゴンズに入団してたくさんの出会いがありました。この世界の道を導いていただき、プロ野球の厳しさを教えてくださった落合さん、入団してすぐに僕がこの世界で生きる道を示してくださった森さん、打たれても俺の責任だからとその代わり考えて低く投げてこいと言っていただき、僕をリードしていただいた谷繁さん、ピンチの時などマウンドに来てくださり、いろいろなアドバイスをいただいたり、俺のところに打たせてこい、ゲッツー取るからと、僕を鼓舞してくれた先輩方、何度も怪我をしても今日まで投げれる体にしてくださったトレーナーの皆さん、トレーニングコーチの皆さん、いつも的確にアドバイスをくださる、ブルペンキャッチャーの皆さん、たくさんの人と出会って僕は今日ここに立つことができています。ありがとうございます。そして何より妻と出会えたこと、妻なしでは今の僕は間違いなくありません。わがままな僕、自分勝手な僕、常に僕を優先して支えてくれました。僕以上に苦労があったんじゃないかと感じています。そして3人の子供も産んでくれました。本当に感謝です。ありがとう。選手の皆さん、ドラゴンズは強いです。もっともっと強くなると思います。いつ終わるかわからない人生、一日一日を大事にして後悔のないように今年独走したジャイアンツを倒して優勝して与田監督を男にしてください。必ずできると思います。期待しています。ドラゴンズファンの皆さん、今日まで僕を応援していただきありがとうございました。投げるときは恐怖感いっぱいで、マウンドに上がるのが怖かったです。ただマウンドに上がるときの声援、僕の背中を押してくれました。
ありがとうございます。これからどんどんと強くなっていきます。チームの力だけでは優勝できません。ファンの皆さんの応援があってチームが伝わり、選手が頑張り、勝利に結びつくと思います。これからもドラゴンズの応援をよろしくお願いします。最後になりますが、15年間幸せなプロ野球人生でした。本当にありがとうございました。そして野球の神様、ありがとう。今シーズンをもちまして現役を引退されます吉見一輝選手に今一度大きな拍手をお送りください。
ありがとうございました。以上で吉見一輝選手引退セレモニーを終了いたします。続きまして第39回愛知豊田ドラゴンズクラウン賞の表彰式を行います。準備が整いますまでしばらくお待ちください。